雅市場の構造も似ているか。妻という魔物が設定されていて、これが結局は過剰を捨てる穴の役目を果たすわけだ。妻がそれ以上はちょっとと判断する部分は削られて、妻自身を輝かせる魅惑のエネルギーに変えられる。相対性理論的になぜか質量を持つと物質は重力そのエネルギーを放射するが、それはどこから来るのだろう。あるいはブラックホールに吸収されたものの出口。だとすると、ブラックホールに吸収されるマイナスと、質量を持つことで発生する重力のプラスは釣り合うと、そういうことになるのではなかろうか。なぜか、物質からエネルギーが放射される現実。ブラックホールのわけ。ブラックホールに捨てられたものは重力として帰ってくるとき、相対性的に安定はする。永遠を得るための限度。